すいません、なんか読みにくいの。開催地の市長が男性であっても女性であっても同じ場所で挨拶をしてもらい、させてもらいたい。もう一つは、まあ、セレモニーとかそういうことに関しては男女の差別なく平等に扱っていただきたい、その議論を開始してほしいという、その中身に対してお話をしました。相撲協会としては受け止めて、そして理事会などで議論を始めるということは明言してくださいました。でも結果はどうなるかわからないので、そのことに対しては今ここで結論は言えない、しかし議論はするとおっしゃってくださったんです。前進になるように願っています。受け取ってくださった、そして議論しますと、それは一歩まで行ってないと思うけれども、まだ前進に、まだ前進ではない、前進はこれをどう お答えをいただけるか、その中身によると思います。